こんばんは、ブロゴス編集長の大谷浩太です。今日はですね、いつも毎月放送しているニコ生ブロゴスとは違いましてですね、今日は特別ゲストということで岡田敏夫さんの、ニコ生シンクタンクと、共同企画でお送りいたします。実はですね、スタジオもこうご覧の通りいつもと違う場所でして、今日お送りしていますのは麻布十番にありますソーシャルアパートメント麻布十番さんからです。ソーシャルアパートメントというとですね、最近シェアハウスという、今映っておりますけれども、非常に綺麗な、これ、10日にオープンしたばっかりの、施設ということで、非常に、新しいいい木の匂いがしているんですけれども、中映っております。こちらですね、世界が広がる居住スタイル、それがソーシャルアパートメント。シェアハウスは楽しそうだけど、自分の時間や空間はマンション並みに確保したいという方のための新しい一人暮らしのスタイルです。プライバシーを守りながら入居者同士が集うラグジュアリー空間でコミュニケーションを楽しむのがソーシャルアパートメントの醍醐味です。シェアハウスでは実現できない居住空間にぜひ触れてみてくださいということですね。でもお高いんでしょ。それがですね、これちょっと私も先ほどこう入る前にですね、見せていただいたんですけれども、イメージとしては単身向けのマンション、ワンルームマンションにですね、こういう共有スペースがついているというところで、居住者同士がですね、交流したりとか、キッチンもありますので、今日の、テーマも重なるんですけど、クラウドスコアが超高い方にはもう家賃がすげえ激安とか、あるいは無料になったりするみたいなプランもあると、先ほど社長の方がおっしゃってたんで、いいんですか、言っちゃってまずいのかな。そういうこともあるかもしれないという、ということで、もうすでにですね、もう話が始まっているんですけれども、多分だからブロゴスの編集部もこういうところ置いちゃえばいいんですよ、ね。もうおしゃれでいいですね。こういうところだとこうなんか編集長が誰かが一人ここに本当にリアルで住んで、で編集部やるということにして、でブロガーが集まる場所にやっちゃえば、そうしたいですよね。ここは単身者用だけなんですけれども、もうちょっと広い家族で住めるような物件があるそうなので、だってここって9万8000円ぐらいから11万ぐらい、はい、じゃん。で麻布十番の駅のめっちゃ近いから、そうなんですよ。それで言うともう立地で言うともう全然むしろ安いぐらいかなというところもありますので、というわけで、お知らせというかこれぐらいにしまして、では早速本日の主役のお二人ご紹介いたしましょう。まず、フリックス代表岡田敏夫さんです。よろしくお願いします。どうもこんばんは。もうフェイスブックに書いたんですけど、今37度4分の熱で、37度を超えるとフラフラになっちゃうんですけれど、体調大丈夫っていうコメントも、体調はねかなりやばいです。僕2年ぶりに食欲ないですから。いや、どんな病気あっても食欲だけはあったんですけども、頑張ります。よろしくお願いします。続いて NHN ジャパン執行役員兼広告事業グループ長田畑慎太郎さん、よろしくお願いします。田畑です。田畑さん、そんな役職リア充なんですか。一応、いやリア充この前の岡田さんのだと、そもそもこんな、イベントとかユーストとか出れる時点でリア充じゃんねみたいなところがあったんですけども、あれは広告営業なんてもうリア充っぽい職種ですよね、リア充じゃないと務まんないみたいなところもあるんですけど、リア充です。もともとあれ、やっぱりみんなタカとかですね。タカ、欧米化とか書かれてますよね。リア充タカって言われてますけどね。リア充タカ。俺が都市の役割だ。私から補足しておきますと、ずっとこう、メディアの紙媒体とかですね、あとはネット上のウェブメディアに携われていまして、特にその、そういうメディアでどうやってお金を稼いでいくかみたいなところに非常に関心があるということで。で、今日はですね、本当私、岡田さんの評価経済社会って本を読ませてもらって、で割と本の内容をすぐですね、本にかぶれるとすぐ、もうどんどんかぶれちゃうっていうか、そういうところがあって、でこういろいろなんていうんですかね、どんどん実践したいみたいなところも含めていろいろ考えてるんですけども、こうどうしてもこの本の場合ですね、僕今日いろいろ本当聞かせてもらって、まず前段で全然僕岡田さんの本すごいもう読ませていただいてて、97-98% ぐらいもう同意みたいなところなんですよ。なんですけど、じゃあでも具体的にどうしたらいいのとか、別にもうミクロに私個人が、この本の忠実な実践者として、まずどうやったらいいかとか、そんなんお前自分で考えるみたいなことかもしれないですけど、そういうところも含めて、そのリアル世界でもうすでにお金が回る職業やってるから割とやんなくていいっていうのを僕が考えたんですよ。だからその評価経済社会っていうのは、その社会全体が一斉にガッと向かうんではなくて、人ごとに違うと思うんですけど、多分ね、金稼いでるやつほど遅いんですよ。っていうのは、評価経済で例えばその物を得るときって、お金なしに物を得ることも多分可能なんですけど、その代わり頭下げたりほんのちょっと挨拶したりというちょっと面倒くささがあるんですよ。でも金だったらその面倒くささがないじゃないですか。その面倒くささを通るのが嫌な人は多分金払った方が手っ取り早いから、評価経済なんかいらないよと、金でいいじゃんって言えると思うんですね。でも
その現にそこでお金回りがそんなに裕福でない人っていうのは、じゃあ同じように金稼いで年収1000万とか1500万目指すよりは評価稼いだ方が多分幸せになるには近道なんじゃないかなという考え方なので、うんうん、戻しますと田畑さんの場合は評価経済、いや、つまみ食いつまみ食い、つまみ食い、あのね、円だけで持ってるとやばいのと同じように、今リアルマネーばっかり持ってるから評価でも、それもクラウドスコア70いくつあって、うん、ここのソーシャルアパートメントにはただで済みませんかと言われるぐらいじゃないですか、うん、だからつまみ食いで両方やってるのが一番おいしいと思うんですけどね。だから今日のずっとテーマでもあるんです、はい、テーマでもあるし僕のあれでもあるんですけども、この本の帯にも、まさしくこの本の帯にもお金の時代から評価の時代とか、はい、シフトするパワーシフトみたいな、はい、トフラーじゃないですけど、はい、そういう文脈でどうしても考えちゃって、はい、これからはお金はあっても仕方ないんだとか、はい、あるいはいろいろブログ上でこの本について書かれているので言うと、はいはい、お金持ってるやつが今まで強者だったけど、はい、これからはお金を持ってるやつがむしろ弱者で評価のあるやつが強者ですみたいな、はい、完全に入れ替わったっていう形の理解をどうしてもされがちなところはあるんですけども、それね、なんかね、どうしても本の中で5年スパン、15年スパン、30年スパンのこと混ぜて書いちゃってるからね、はいはい、絶対そんな混乱がね、はい、起きちゃうんですよ。もうそれはもう僕の書き方が悪いからなんですけども、はい、基本何でしょうね、お金の有用性なくならないんですよ、うん、お金は多分いつまでも使い勝手があるんだけども、うん、お金だけで評価がない人はすごく金がかかるようになっちゃう、うん、だから評価経済社会って評価社会じゃなくて評価経済社会だから、基本損か得かなんですよ、うん、で金あった方が得じゃんとか、金が1円でも儲かった方が得じゃんという社会から、評価があった方が得じゃんとか、評価を失ったら損じゃんという社会になるだけの話なんです、うんうんうん、いや、ね、なんか いろんな意見、僕ブログ上とかでもいろいろこれ本について見たんですけども、はいはい、ちょっともしかしたら誤解されてるかもしれない人がいっぱいいて、うん、損得を言うこと自体がそもそも評価を、はいはい、損得を気にしてるやつはそもそも評価得られないと、でも、はいはいはい、究極の善人みたいな感じになって、はい、いいことやってればおのずから餓死そうな時でも手を差し伸べてくれる人がいるみたいな、それはちょっと甘っちょろいっちゃ甘っちょろいんじゃないかなみたいな。マネー経済社会で本当の豊かさとはっていうのと全く同じで、うんうんうん、評価経済社会で本当に評価が高いとはって言ってもあんまりしょうがないんですよ、うん、そうじゃなくてマネー経済社会だったら金に汚いも綺麗もあるかい、とりあえず金稼ぐかいみたいなもんで、評価経済社会も正直なところ評価に綺麗も汚いもあるかい、とあ、そうなんですか、はい、いい評価悪い評価っていうのはない、もちろんいい評価悪い評価あります、うん、あのマイナスになっちゃう評価もありま、あるんですけども、なんだろうな、偽善はやった方がいいというのが僕の考え方なんですよ、はいはいはい、で偽善を一度やったら死ぬまで偽善を貫けと、はい、でその十分な偽善はなんだろうな、本当にいいのと見分けがつかないから、もうそれで十分じゃないのっていうのが僕の考え方なんですけどね、うんうんうん、もう一個言うとね、はい、あのさっきの年収の話もそうなんですけど、僕なんかもまあもちろん一応ビジネスマンの端くれとして、はい、まあ、かなり頭の 80% か 90% がお金のことなんですけど、はい、お金を稼ぐのよりも、はい、ある意味評価を稼ぐ方がもっと難しいんじゃないかと僕なんか思えるんですよ、はい、だから、はい、変な言い方するとさっきの岡田さんで、はい、今はまあお金ある人はやんなくていいですと、はい、でお金がない人こそむしろ評価を稼ぎましょうというお話だったんですけども、はい、ちょっとおっさん臭い言い方をさせてもらうと、はいはい、金も稼げねえやつが評価なんか本当に稼げんのかよみたいなところはすごくありまして、それはね、僕15年前か20年ぐらい前の、うん、金稼ごうと思ったら割と誰でも稼げるという時代だったらそうだと思うんですけども、うんうん、今はそうでもないんですよ、金稼ぎにくいんですよ。そうなんですかね、うん、なんだろうな、今の若い人が稼げる金って小金ですよ。うん、やっぱりその数万円とか数千円とかの金だったら何とか稼げるんですけども、うんうん、なんでしょうね、年収何百万とか何千万の世界っていうのはみんななかなか生きにくいので、うん、両方をね、なんか成立させようと思うとすごいしんどくなると思うんですよね、うん、じゃあ、あれですかね、やっぱり若い人はこれからもう、はい、まあ、さっき5年先の話と30年先の話があるみたいな、はい、30年先に備えて行動すると、はい、やっぱでお金じゃなくて評価を優先させるっていうことは、例えば時給1000円で今1日8時間働いてるけれども、それを4時間にして残りの4時間でみたいなことですよね。ミクロななんかそういう次元で言うと、例えば今、うん、若い人で例えばもう今この春就職した、はい、就職できなかったって、はい、なんか時給1000円でか、はい、まあ、フリーターみたいにやってますと、はいはい、どう僕は考えてるのは、その彼ら就職しようとするときにどうしても条件にこだわっちゃうんですよ、はいはい、で親の世代がもうお金だから、はい、ちゃんとそれ社会福祉あるのかとか、はい、正社員待遇なのかっていうふうに言って、はい、金の世界にこだわっちゃって、で年収200万とか250万いくんだったらいいんだけども、うん、なんかフリーターとかいつまでやってもダメだというふうになっちゃうんですよ、うんうんうん、でも
僕が見てる限り大学生ってそうやって無理やり就職したら3分の1とは言わないけど4分の1ぐらい最初の 2,3 ヶ月でドロップアウトして1年以内に辞めちゃう場合がすごく多いんですね。でそこまで無理をして年収200万とか300万にこだわって就職してで会社辞めちゃって会社一度辞めちゃったらもうそいつ罰がついちゃいますね。罰1みたいなもん でそれよりはなんだろうな僕はなんだろうな時給800円とか1000円ぐらいのバイトをずっとやりながらそれで範囲内で暮らすことを考えるのが豊かだと思うんですよ。いや、なんでかというとさっき言った年収200万とか300万で言い添わない仕事やってたら、はい、土日とあと何でしょう放課後っていうんですかね、はいはい、アフターファイブにかかるストレスが大変じゃないですか、はい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 、でそれに結局金使っちゃうんですよ、はい、金とでも膨大に使っちゃうんですよ、うん、で稼いだ金の大半をストレス解消に使っちゃってるから、うんうん、これは効率が悪いと焼き旗っていうかなんかもう、はい、ガソリン 燃費悪いですよ燃費悪い、はい、なので、まあ、自分の足食ってるタコみたいなもんですよ、うん、だったらもうちょっと自分のやりたいことをやってで将来が見えなくても時給1000円とか800円でだらだら働いてた方がいいしその方が自分がやりたい仕事だから周りの人に評価してもらえる、うん、でも今無理やり入る年収200万とか300万の正社員枠の仕事ってお前じゃなくてもいい仕事ばっかりだと思うんですよね、うんうんうん、そうすると評価はたまんない、うん、まだパン屋さんでバイトしてそのパン屋さんで役に立つ店員になった方が評価がたまると僕は思ってる、ね、それってあれなんですけども、はい、いわゆる昔から僕なんかのそれこそ父母から言われたようなところで言うと、はい、手に職をつけるとか、はいはい、目の前の金を追わずにコツコツやってればお金は後からついてくるとか、はい、そういうのと別そんなに実は違わないことがおっしゃってます。違わないですね。ああ、はい、そうなんですね、はい、なんか、はい、なんとなくこれ私のイメージなんですけども、はい、こうだそれらって人生訓として語られるんですけど、うんうん、僕は損得感情で言ってるんですよ、うん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 、損得感情で言ったら明らかに長期的な人生で得考えるんだったら、うん、手近の金に飛びつかないで、うん、なんだろう楽しいことで周りの人に感謝されることやったら効率がいいぞと、うん、結局ストレス解消で金使うことになっちゃうんですよ、うんうん、で知り合いで金持ちの人の金の使い方見たらすごいもうもったいないんですよね、うんうんうん、なんかこうカバンで1000万ぐらいするカバン買ってみたり、はいはい、車でこんなの買ってみたりっていうのでなんかそんな効率の悪い金の使い方をして案外幸せにならないんだったら、うん、で、タバさんもさっきここのであのすいませんかって言われたら心動いたじゃないですか、はい、結局今まで積み上げてきた自分の社会的にやってきたことが、はいはい、家賃9万円に相当するとすごい嬉しくなるわけですよ。クラウドスコア78でいろいろせっせっせっせとこう土日を潰して嫁にキレられながらつぶやいてた結果がそうなったみたいな。そのじゃあその9万円のここの部屋が自分の今の部屋より居住性がいいかとかってそれは分からないですけど、でも言われた瞬間の嬉しさっていうのがありますよね。あるあるある、住むかどうか別にしてああ認めてくれたみたいな。そういうふうになんか評価貯めた方が絶対楽しいと思うんですけどね、うん、ちょっとでも僕ずっとこの本を読ませていただいたら、はい、今の話でも思ったんですけども、貨幣と評価って基本的にはでもまあ二項対立じゃないにせよ、はい、割とその対義語で語られてるじゃないですか、はいはい、そこの中にね僕もうちょっと今、まあ、割とビジネスっぽい経済っぽい用語かもしれないですけど、はい、資本って言葉もちょっとあるかなと思って、はいはい、評価資本っていう言葉もこの中にも出てくるんですけども、はい、例えば今この2012年のお金持ちって、はいはい、貨幣を持ってる人じゃ僕ないと思うんですよ、はいはいはい、現金で別に何兆円も持ってるわけじゃないですか、例えばビル・ゲイツだろうが、うんうん、ザッカーバーグだろうが、うんうん、バフェットだろうが、うんうん、現金を何兆円も家に積み上げてるわけじゃなくて、はいはい、そういう系の人ってほとんど資本を持ってるんですよね。株式会社のオーナーだったりして株主ということになるじゃないですか。でもねそれって、うん、じゃあ分かりやすいように、マネー経済を円と円で呼びますね、はい、で評価経済の 通貨基準をスターと、はい、仮に呼んでみましょう。なんかこう、はい、スターがつくみたいなもんで、はい、じゃあバフェットとかビル・ゲイツは何兆円も持ってるんですけど、はい、おそらく何兆スターも持ってるわけですよね、うんうん、つまり彼らがこうだといえばその世の中が動くわけです、うんうん、相場が動くみたいな。方含めてでも同じぐらい何兆円持ってても全然動かないやつもいますよね、うんうんうん、だから結局今の金持ちでも何兆円持っていて、うん、で評価資産も何兆スターも持ってるやつと、まあ、確かにそうですよ、ほとんどゼロスターのやつといるわけですよ。バフェットとかビル・ゲイツと同じぐらいでも金持ちでも、はい、単なるアラブの石油王みたいなのは、はい、評価資本評価経済というかそういうスター今のお子さんの言葉でスターってのは少なそうですよね、はいはい、まあ、あいつはたまたま石油の王族のアラブの王族王子に生まれて相続で稼いだんだろうっていうのと、そういう形で自分の手で金持ちになったっていう。だからここが通貨とかリアルマネーだけで考えたら彼らの状態を正確に記述できない、うん、これが僕の考えてるその評価経済で考えた方が分かりやすいよと、うん、現に僕らは2種類以上の通貨を使っていて、でリアルマネーと評価マネーというのは両方持ってるやつは最強に強いし、実はリアルマネー少なめでも評価マネーが多めのやつでかなり強いんだけども、うん、リアルマネー多めで評価マネーが少ないやつって利用されるばっかりじゃないですか、うん、結局何かしようって言ったらそいつ評価少ないから周りに寄ってくれって金目当てのやつばっかりだし、うんうん、何とかして自分に金使わせようという人ばっかりだから、
だからなんか僕なりにこの本を意訳させてもらうと、はい、お金を持ってるよりも評価というよりは、はい、結局僕の言い方で言うと資本を持ってるやつが一番強いと、はい、で資本の中にはいろんな文字通りでもお金っていう資本もあるけども、はいはい、例えば人的資本っていう言葉もちょっと経済学であるじゃないですか、まあ、学歴も一つの例えば資本だとか、はい、文化的にねなんかすごい振る舞いが身についてる、はい、フランス料理の食べ方のテーブルマネーが身についてるってもしかしたら資本かもしれないし、うん、あるいはレポートの書き方プレゼンの仕方を知ってるっていうのも資本かもしれないし、はい、まあ、英語を話せるっていうのもまあ広い意味で言ったら資本かもしれないし、はい、でさっきの話で言うと一応クラウドスコア78っていうのも一つの資本のあり方かもしれないなと、はい、でさっきのまずは目の前の時給を気にせず、はい、評価のたまような仕事っていうのを、はい、昔からのビジネス用語とか経済用語風に言い換えると、はい、人的資本がたまるような仕事を、はい、まずは若いうちはやるべきだと、はい、というのはそれはまずは若いうちはというより、はい、今はそのリアルマネーを貯めにくい時代だから、うん、今リアルマネー貯めようとするのはよっぽど本当に効率が悪いし、うん、あと若い頃にリアルマネー貯めてもやることないんですよ、うん、っていうのはリアルマネー僕らが貯めたいのは何でかっていうと、うん、快適な暮らしをするためか自分が事業を起こすためだと思うんですね、うんうん、で快適な暮らしをするのにそんなにリアルマネーって必要ない、うんうん、おそらく年収200万から300万あれば十分、うん、で、次に事業を起こすのは、うん、評価資本があった方がリアルマネーあるよりよっぽどいい。だって今の仕事やるのにどっか工場を抑えて T シャツ作るみたいな古典的なものってもうほとんどないじゃないですか。それよりはあお前知り合いだからじゃあ T シャツ作ってやるよって言われるのは人的資本の方がよっぽど大きいことになりますよね。いやだから、すごい今も岡田さんも別に悲しむし、なんかだんだん熱が上がってきた。だから、ね、僕ら資本主義を別に評価経済になったからって資本主義が否定されるわけじゃ ないんじゃないかって気が全然しちゃったんですけど、あのねこれがね評価も資本の中だって言って、ね、資本が大事だだから資本主義だっていう理解ではそんなにその理解って間違ってないですか。ですねちょっと、うん、時間軸をガーッとずらして、はい、科学ってキリスト教から生まれたじゃないですか、はい、結局キリスト教のベースの上に科学っていうのが乗っかってるから、うん、ニュートンにしてもなんだろうなメコン機関を発明したメコンというイギリスのおっさんにしても、うん、全て敬虔なカソリックであったり、うん、あのキリスト教徒ですよね、うん、じゃあ彼らにしてみれば自分がやってることは科学かって言われたらキリスト教だと思うと思うんですよ、うんうん、で神の御業を研究してみてこういうことが分かったと、はいはい、じゃあそれはキリスト教なのかって僕らはそれをもう科学として認識してると、うん、だから資本主義というかそのリアルマネー経済にしてもある段階までリアルマネー経済なんですけどもさっき話したようなリアルマネー持ってるだけでは説明つかないことが起こってきてる、うん、例えば話なんですけど僕何年か前になんかねあの有名人好きのおっさんと飯食ったんですよ、はい、そういうのいますよね有名人好きのおっさん好きでそれでなんかこう飯食った時に、はい、なんか隣にサンプラザ中野が座っててとかなんかすごい変な席だったんですけど、うん、でそこで元オリンピック選手とかがいるわけですね、はい、で彼らがこんな仕事したいとか、うん、あのこういうのを輸入して売りたいって言ったら、うん、そしたらその場にいる金持ち の, そのパトロンのおじさんみたいなのが言って、うん、あそれだったら俺がやってやるよやってやるよとやって、うん、その場でこう仕事が決まっていくわけですよ、うん、でこれはそのかつてのなんだろう経済ではあんま考えられない、うん、イレギュラーなことだと思うんですけど、うん、こういうイレギュラーなことがあまりにも僕らの日常でも起こってきてると、うん、ただ単に1000万持ってるやつが有利なんじゃなくて、うん、評価持ってるやつは1000万持ってるやつよりも有利かもしれないような状態が出ているので、うん、さっき話した、うん、そのこれをキリスト教と捉えるのか科学と捉えるのかっていうのはフレームの違いかも分かんないですけども僕はあなんかこうなんだろうな資本主義社会というか貨幣経済がもう限界に来てでこれが限界に来てるからといって破綻して潰れちゃいはしないんですけど、うん、その上に評価経済というのが乗っかってるから、うん、僕はそれを評価経済と呼ぶけども人によってはいやいやいや貨幣経済で十分説明可能だよって言われたら、うんうん、それは別にニュートン力学はキリスト教用語でも説明可能だけども科学の方がなんだろうオッカムのカミソリでスッキリ説明できるじゃん、うんうん、だったら評価経済の方がスッキリ説明できるよ、うん、だからあれ、 あれですよねこれまで の, その、はい、資本主義とかそういうのをフレームの上にあくまで、はい、今物理学のメタファー使われましたけど、はい、乗っかってくるってわけだって、はい、結局ほとんどの現実社会では、はい、アインシュタイン出てきてもニュートン力学で説明つくみたいな意味で、はいはい、貨幣経済が別に廃れるとかそういうことは全然な、はい、全然というか、まあ、そんなには、ね、急には廃れないという廃れないと思います、うん、だからその貨幣経済での勝者っていうのはまだ30年ぐらいは楽々生きていけると思うんですけども、うんうんはい、ここから30年やたらなんでこんなに金の使い手が悪いのってことに気がつき出すだけなんじゃないかなと思うんですけど、うん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 、だからさっき言われたわけですよねあの僕に今何となく今理解できたのは、はい、そうは言っても金稼ぐ方が変に評価稼ぐよりも、はい、得意なやつは無理に評価を稼ごうとすると効率悪いよと、ね、金で解決した方がいいんじゃないかあとね今学生の、ね、就活見てると、はい
顔がいいやつが圧倒的に得なんですよ、うんうんうん、結局それはかつてだったら成績が良ければとか誰それの紹介があればっていうのがあったんですけど、今顔良くなければダメなんですよ、うんうんうん、本当に 何がしんどいかって。でそれはもう僕らにしてみれば全員なんでそんな世の中になってしまったんだっていうおっさんたちの愚痴になるんですけども、それもなんだろうな、じゃあなんで顔が良くなければダメなんだと、それを経済的に説明できるんですよ。金がいいというふうなことは、うん、そこの会社でみんな働く気になると、例えば給料全員上げるよりは美人とか美男子揃いの方がやる気が上がるというような説明の仕方もできるんだけども、僕にしてみればそういうのは、あ、もう今見た目がいい方が得だよっていうふうに言っちゃった方がシンプルで分かりやすいと思ってます。あれですよね、はい、ちょっとまた全然違う角度で、僕結構株が好きなんですけど、はい、株も株価評価って言葉が実はあるんですよ、はい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 、で例えば株で言うと PER って指標があって、株価がその会社が出している1年分の利益の何倍まで買われてるかってことを言うんですよね、はい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 、で例えば実はですね、岡さんの本の中で、うん、アップルがその評価経済とか評価資本の、はいはい、まあ、企業のスターみたいなことになってるんですよ、はいはい、でそれはまあ別に僕も全否定するつもりないですけども、はいはいはい、ちょっとディベートメイク風に言うと、はいはい、アップルってめちゃくちゃ利益出してるわけじゃないですか、はい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 、で現金もめちゃくちゃ持ってるわけじゃないですか、はいはい、そういう意味で見ると、例えば財務諸表とかを見ると、はいはい、もうピッカピカの優良企業なわけですよ、うんうんうん、だから別にアップルだからこその評価資本がなくても、うん、あれぐらいの株価はつくだろうし、うん、実はアップルが利益の何倍まで買われてるかって指標ってアメリカの全体の平均とそんな変わらないぐらいしか、うん、PR というとその倍率が変わってないんですよ。だからアップルが特別評価株価でおいてされてるかってそんなにされてないとも言えるんですよね、うん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 、っていうのは、また言い方があるというのは、そんだけキャッシュをチャレンジャーに獲得する能力がすごいから、はい、ただ株価も高くなってるだけですよ、はいはいはい、別にそこにアップルならではの神通力みたいなのはなくて、うん、でそこで見ると僕もこれ必ずしも納得できないんですけど、フェイスブックやアマゾンの方があんまり今利益が出てないというせいもあるんですけども、はいはい、株価と利益の関係でははるかに倍率が高くなってる、うんうんうん、でそういう意味で見たら、まあ、だからといって僕フェイスブックの方がアマゾンより、まあ、評価資本が多いという気もしないんですけど、フェイスブックとかグーグルとかででも面白いなと思うのは、一言目に、はい、IR の株主向けの資料を見ると、一言目に、はい、当社は長期的な視点において経営されているから短期的な株主利益を追うことはないみたいなことも1ページ目にズバーッ書いてあるんですよ、はい、であとは創業者が特権的な株を持ってて、はいはい、一般人とは違う特権を持ってるわけですよね、はい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 、でそういう部分とかも、であとはもともと Facebook 自体もザッカーバーグが別に、はい、その営利企業を、はい、の儲けるために営利企業を作ったんじゃない、うんうん、たまたまそのミッションを達成するための、はい、組織形態として営利企業という形を、うんうん、手段として取ってるに過ぎないんだみたいなことを言ってて、うんうん、で、はい、僕ツイッターとかフェイスブックとかずっと見てると面白いなと思うのは、プラットフォーム戦略取るところって、はい、自分が世界をミッションを変えるとか美しいこといっぱい言うわけですよ、はいはいはい、でだからみんな来てねと、一緒に共感してやってねと、はい、でその時には俺らが儲けたいからプラットフォーム戦略やりますなんていうことを一言言うところは全然なくて、うんうん、で要は聖人君子だみたいなことをすごく言って、それをみんな真に受けて乗っかってくるわけなんですよね。で、まあ、ツイッターも多分そうなんですけども、でそういうふうに、なんていうんですかね、でもそういうふうに俺ら儲けないよ、短期的には儲けないよ、儲けないよ、聖人君子で金とかいいと思ってるよっていう会社ほどかえって高く株価がついちゃって創業者が IP をすると儲かるみたいな、この逆説っていうんですかね、なんかプライスレスってあの CM ありますけど、プライスレスなものに金をつけようとすると本当にもう無限大みたいになっちゃって、一見経済的に不合理に振る舞うことが一番実は短期的にザッカーバーグが何年かであんな何兆円も資産作ったみたいな意味で言うと合理的だったみたいなふうに思えて、逆説とも言えるけど、だからなんか僕評価経済と資本主義って全然矛盾してないんじゃないかっていうか、あ、僕矛盾してないと思います。資本主義のフロンティアとして評価経済が出てきてるんじゃないかなみたいな。本当に僕そう思います。そう、それは本当にそう思います。今強引に言わせちゃったような気がします。いやいやいや、全然そんなことないですよ。だからなんでしょうね、僕あの自分で言われるんじゃないかなと思って嫌だなと思ってて、あの避けてるのがあってですね、はい、それって岡田さんが言ってるのはマルクスと同じようなもんで、資本主義が行き着くと共産主義になるのと同じように、うん、資本主義が行き着くと評価経済になるって言い換えてるだけじゃないのって言われるのが嫌だなと思うんですけど、あんまりそれを言う人がいないからほっとしてるんですけど、うん、僕資本主義を肯定してるんですよね、うん、で肯定していったら資本主義ではもう作動しない部分が出てくるから、うん、さっき言ったニュートン力学の上の不確定性理論とかアインシュタインみたいなもんで、それを補完するものであって、うん、ところがその補完する世界に行っちゃったら、案外人々の振る舞いというのはまるまる変わってきちゃうと、うん、科学とキリスト教というのはすごい似てるんだけども、うん、どれを中心の価値軸にするのかって、日常生活の振る舞いがまるまる変わっちゃうなっていうのが一つ目と、うん、あと二つ目、ちょっとこれ細かいツッコミなんですけども、はい、
さっきの話面白いからやらせてほしいんですけども、あのね、創業者が綺麗事言ってるっていうのあるじゃないですか、はい、あれ俺かなり本気だと思うんですよ。いや本気だ、僕も本気だと思うんですよ。でも聖人君子じゃない、うん、悪者の本物だから、うん、つまり我々は短期的に利益を求めないということはイコール株主になんか得はさせないって言ってるわけでしょ。俺ら集めた金は自分らの好きなように開発やらせてよと。でも、はい、でも僕そこで謎なのが、はい、みんながだったらなんかバカが言ってらって感じで、はいはい、投資家もね全然売らないんだったらそれでいいんですよ、はい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 、シーンってプレゼン、はいはい、そこにみんなが出資させてくれ出資させてくれって寄ってきちゃう逆説で、はいはい、俺らはネット上で SNS 開いてガンガン儲けるビジネスモデルはこうだとかって言ってるのよりも、はい、かえって価格が高くついちゃう。それはね、なんか血も涙もないマーケットのはずなのにっていう逆説。グローバル経済になっちゃったので儲かりそうな誰も知らない企業よりも儲かるかどうか分かんないんだけども受ける企業の株を買いたいっていうのがみんな思うじゃないですか。だから結構あの上場企業にほら IR って仕事があってなんか自社はこういう戦略でこういう思想でやってるから皆さん株を買ってくださいねっていう風にして、で IR がやってる担当者は多分利益がね毎年1兆円出てる会社に時価総額1兆円か2兆円か3兆円つけるのはある意味当たり前なんですよ。この IR がバカでも言っているのと、その利益がちょっとしか出てないあるいは超大赤字の会社なのに将来の夢を語って出資を納得しかもしてもらって夢を語るというか、そこってほとんどだからまた重ね重ねなんですけども、評価経済って実は株式市場においてもとっくの昔に、はいはい、これもう20年ぐらい前からですかね、はい、実現してるんじゃないかな。であのネットスケープが IPO したぐらいから、はいはい、もう思いっきりそのステージに株式市場は実は入ってるんじゃないかなっていう、うんうん、だからあれですよね、なんかこいつが言うんだったらみんな助けてやろう店出させてやろうみたいなものが、うんうん、本来ビジネスの世界みたいなところでも動いてると、うんうん、でそのビジネスの世界は昔は多分10年とか15年ぐらい前はシリコンバレーの企業だから将来性があるだろうから投資になってきたのが、はい、今はその投資の仕方が変わってきて将来儲かりそうだからじゃなくて今この流れに乗っといた方がなんとなくいいような気がするっていう、うん、なんかね経済的な合理性以外で動いてるからこそのフェイスブックの株価とか儲け率だと思うんですけど、ね、うん、まあそうですよね。もうあのシリアルアントレプレーナーとかって言いますけど割とビジネスプランに人がつくっていうよりは、はい、あお金がつくっていうよりは人にもお金がついちゃって、ね、はい、もう成功してるやつだったらこいつがやるんだったらもうとりあえず貼っとけみたいな、なんか、うんうん、そうですよ。だからビートたけしが映画作るって言ったら出資するやつが現れるんだけども映画専門学校を出て俺は能力がありますと言ってもやっぱりお金がつかないのと同じですよね、うん、だから面白いやつで目立っていてつまりもう評価の前に注目があると思うんですけども注目されていて評価されていてそしたらその人が何か新しいことをやるときにそれが儲かるかどうかじゃなくてこれが何か大きく社会を動かしそうだと思ったら金が集まると、うんうん、ところが社会はろくに動かさないんだけど小金だけは儲かりますよというものにはなぜかあまり金が集まらないんですよね、うんうん、だからそのさっきのアップルのがなんでそんなに強いのかっていうと、うん、アップルが新製品とか新製品の方向性を発表すると儲けてるからじゃなくてここから世界が変わると思ってみんな注目するわけですね、うんうん、でも悲しいことにソニーが今新製品とか新しいコンセプトやっても世界中から報道陣集まってきてそのなんだろう記者会見をリアルタイムで公開しないじゃないですか。そこら辺がそのアップルとソニー その評価の作り間違いみたいなものというふうに僕考えています。アップルの株価評価がすげえ利益が出てる割には、はい、案外上がらない一つの有力な説として、はい、スティーブ・ジョブスが、はい、まあ、この前死んじゃいましたけども、はい、病気リスクっていうのが真面目に言われてて、はい、要はこれはスティーブ・ジョブスの神通力に支えてられてると、はいはい、でもう血も涙もなくてやっぱりもうすぐ死ぬだろうと、うん、だからこれぐらい割引とかないとこの会社は買えないんだっていうのがあって、はいはい、ですごくそこって面白い論点になるので今思ってたんですけど岡田さんその評価とか評価経済みたいなって法人っていうふうにはもうってどう位置づけます？評価ってやっぱ基本的には、ね、人に紐づくんじゃないかなっていう。いや人です ですよね、はい、みたいな。だから巨大企業の時代は20世紀の夢として終わっていって、うん、これからは小さい会社になっていくだろうし、うん、国もこの巨大な人口1億人の国なんてもう成立無理だよというふうに僕思ってるんですね、うんうん、だからその国の代わりの例えばその携帯のキャリアとかそういうようなものは数億人をカバーするだろうけども、はいはい、会社とか自分が所属している集団国みたいなものっていうのは、うん、数万人とか数十万人ぐらいがもう上限になっていくんじゃないかなと思ってる、うん、だからその法人というものに関してはちょっと僕はかなり眉唾で見てますね。なんか大会社って言ってもそんなキャラが立たないもの、うんうん、ろくな人間集まらないですよ、うんうん、でもそうは言っても完全に一人一人のピン芸人だけみたいじゃなくて、はい、もうちょっと緩いサークルというかチームっていうかそういうものっていうのはだからそこでソーシャルなんですよ、うん、結局そのピンのやつが吉本芸人なのか何なのかで、うん、そいつの扱いって違うじゃないですか、うん、他の芸人友達誰がいるのかとか、うんうん、それと同じで僕らの世界の面白くて恐ろしいところっていうのはその人個人じゃなくてその人の周りに評価している人で評価される人が何人いるのかっていう、うん、その網の目で決まってきちゃう、うん、
ですよね。だから例えばその僕が頭さんが書いたやつ面白いなと思ってツイッターで、はい、あ話しませんかって言ったら、はい、お互いぶっちゃけた話で評価があるの分かるからこいつと話したら得だなっていうのを頭の中でカタカタカタっと言ってじゃあやるでブロゴスさんの方もブロゴスさんで岡田翔太郎さんの対談これは得だなと思ってなるわけじゃないですか。こういうふうに評価を持ってる、まあ、打算はなくはないですよ、はいまあ、てかめちゃくちゃ大荒れかもしれないです、はい、でだからといって僕ら小金のためにこれやってるとかですねこれでクラウドスコアが1ポイント上がるんではなくて実は僕たちはただ単に楽しいからやってるんだけど楽しいことをやるためには評価っていうものをある程度貯めた方がものすごく動きやすいわけです。でこれ金貯めてやろうと思ったら岡田さん、田畑さんがじゃあ話すなと俺うちスポンサードやりますよ、うん、金出しますからってさっき の, あのオリンピック選手に金出すおじさんみたいになってきちゃう、うん、でありながら関わり方としてはすごくつまんない、うん、そこになんかスポンサーとして座るみたいな言い方になっちゃうから、うんまあ、なんかその生き方つまんなくなっちゃうだろうな、うんもう一個お聞きしたかったのは、はい、この前のイエイさんとか投資された時に、はいはい、ほらスタディギフトの件で、はい、人間って注目を集めた瞬間に、はい、無意識のうちにそれが負債、はい、負債って言ったらあれですけども、はいはいはい、そこに対して負い目を負うんじゃないかと、はい、別に、はい、で僕なんか割とずっとやっぱすごいな面白いという言葉は適切かどうかわからないですけど、はい、一つやっぱあれな事件だなと、はい、注目すべき事件だなと思ってて、はい、そのそれ別の言い方で今アテンションエコノミーっていう言葉もありますよね。その注目経済だと、はいはい、で、はい要はブランド論とかもそうなんですけど人間の頭の中のここの情報量って有限じゃないですか、はい、基本的には有限時間も有限だし、はいはいはい、振り向ける注意力っていうのも有限だし、はいはい、そういう中で一瞬たりとも、はい、あって向けちゃったということは、はい、俺はお前にコストを払ったんだと、はい、だからそのこと自体に対して別に金出してなくても、はい、直接応援しようとかって金出してなくても、はい、とりあえずごちゃごちゃ言う権利はあるはずだっていう、はいはい、あれはすごく面白かったんですけども、はいそういう文脈で見るとその何ですかねで今別の言い方ですると個人が IP をするとか、はい、なんかいろんなそういう言い方ありますよね、はい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 、であと もうちょっと真面目なファイナンス用語で言うと資本コストって言葉があったんですよね。当然、はいはいはい、株として上場してたら、はいはい、上場会社だったら配当も払わないといけないとか変な言い方すると勘違いしたファイナンスで言うと勘違いした経営者って銀行から借金してきたら金利は当然発生するじゃないですか、うん、3% とか、うん、ところが株から株主から資金調達してきたら、うんはい、儲かってなかったら配当いらないよねとかっていうことで、はいはいはい、変な言い方すると株で調達してきたお金って、はいはい、無駄なプロジェクトとかにずんじゅん消費されやすいみたいなところもあるんですけども、はいはいはいまあ、真面目なところはそういうのを戒める上で、はいはい、いやむしろ株の方がリスク高いんだから、はい、金利以上に儲かんなかったら株式投資誰もしないですよね、うん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 、っていうところで意識すべきだみたいなことも言われるんですけども、はいすごいあの事件と岡田さんの話とが結びついて、はい、あと個人の IP をうんちゃらとか評価げたり、ね、だから家入さんも注目値があんなに集まっちゃって評価も多分実際の家入さん以上に見えてしまった瞬間があったんでしょうね、うんうん、だからこの人は人格者であるべきで俺たちが期待したんだからなんだろう IT 業界のすごいやり手のやつであるべき で、うん、で1個でもミスがあったりしたら俺たち許さないというふうに見てる人にそういうふうな気にさせちゃった瞬間があったんじゃないか、うん、そこでね僕あれなのは、はい、そこでいや家入さんまさしくこんな感じでしたけど、はい、いや俺ってこんなやつなんだよーって、はい、ビヨンってもうケツまくったらそれは評価がなくなるんですかね。いやまだ早いんですよ。家入さん程度でそんなことやっちゃダメなんですよ。そうですか。つまり変な言い方ですけどそれってキャラクターになるっていう究極のやつなんですよ、はい、ジョブズまで行ったら実はひどいやつだっていうのはちゃんとねキャラとして立つんですけども、うん、まだ俺にしても家入さんにしても言い方いいんですけど田畑さんにしてもまだ貯めてる段階で、うん、なんだろうな役満ついてないんですよ。数え役満がついてない状態だから画面に続けないといけないんですよ。はいそうですそうです。だから今はなんかそんなまずいことしちゃう。だからホリエモンがどん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 自分のやった悪いこともカミングアウトしていこうというのは彼はもうすでに上場している段階になってるんで悪いことを言ってもそれがキャラクターとして認知される。でもまだ岡田敏夫誰それって言われる段階ではキャラクターとの認知がないからその意味では2部上場程度であって1部上場の銘柄じゃないんですよ俺たちその境目ってどこにあるんですか。そこの壁を越えるためにはいや それは俺が考えることじゃなくて誰かがそういう仕組みを作ってほしいんですけどもでも何となくある気がするんですよ、うん、この人はもうキャラとして認知されてると、うん、例えば僕よく周りから言われるのが東さんにもっと優しくしてやれって言われるんですよで岡田さんから見たら東さんはなんか若造に見えるか分かんないけど、うん、あいつ実は可愛いんだって言われて、うん、ああそうかもしれないなと。でも、うん、僕はその東さんという人が可愛いキャラっていうぐらいキャラ立ちしてないんですよね、うん、多分熱心に番組見てる人はキャラ立ちしてると思う、うん、で多分なんか今の僕らのこの番組を見てる人はもうそろそろ僕らがキャラ立ちしてるから、うん、何を言っても OK な感じになってると思うんですけども、うんうんうん、ただそれが一般の世界にはなってない。じゃあ、はい
評価経済とかで一部上場まで行くためには、はい、単にその人が例えばコンサルタントとして優秀とか、はい、そういう次元を超えないといけないってことですね。超えないとキャラクターにならないとダメですよ。でキャラクターになるとさっき言ったあんたがやるんだったら手伝おうっていう人がいっぱい現れてくると、うんうん、ここから先苦しくなる苦しくなるんですよ。 なんとなくでもまた元に戻るんですけども、はいはい、今本当に現金収入時給いくらで働いてるっていう20代前半ぐらいの若者と、はい、そこまで行く間っていうのがすごいやっぱ正直やっぱ距離感を感じる。それは一部上場の自分で企業をやった社長創業社長と時給500円の若者を比べてるわけですから評価経済においても競争社会ですから圧倒的な差はありますよ、うんはいはいはい、でなんかね僕そのしかも評価って、うん、さっき一応私時給1000円で雇われて8時間働いたんだから8000円くださいとは一応言うじゃないですか、はい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 、貨幣経済だと、はい、で貨幣経済の場合って一応最低賃金制度とかも一応ありますよね、はいはい、時給650円とかですかね、はいはい、評価経済の場合ってどんだけ頑張っても誰も評価しないっていうことはないんですか。田さんその評価経済と貨幣経済はそんな分けなくていいんですよ、うん、分けないですよ。ああ貨幣経済で、時給1000円で8時間働いて8000円得たと、はい、さあこの彼が評価が低い場合8000円のバリューは8000円以下ですよね、うんうんうん、いろんなことを使うのに、はい、もう結局知り合いでもないから あの時間潰すにも喫茶店に行って金払わなきゃいけない、はいはい、でもこいつがモテるやつだったら女の子の家に行ってお茶飲んでタダでゴロゴロできるっていうふうに。だから8000円というところまで同じなんですけども、うん、僕現在の経済学の欠点ということはないんですけども、見逃しているところってその人の生活トータルで見てないことだと思うんですよ、うんうんうん、トータルで見たらその8000円というバリューの使い勝手があまりに違いすぎる、うん、でもそのインカムの部分にだけ数値化してこれで分かるでしょうって言ったら分かりやすいんだけども実態とあまりに違いすぎる、うんうん、今現に僕ら日本に住んでいて10万円持っててもその人によってその10万円の使い勝手がこんなに違うんだから、うん、それは評価経済っていう指標を乗っけたらなんでその10万円の使い勝手が違うのかっていうのが、うん、もうちょっとスマートに説明できるっていうふうに考えます。でもなんか今のイケメン、正しいイケメンに限るみたいな、なんか今、割と話かなみたいな感じで。いや、イケメンだと、イケメン、でも例えばここのソーシャルアパートメントに住んでたら、うん、多分発生の使い勝手って全然違いますよね。うん、結局それはイケメンでなくても、ここに住んでたら、うん、他のやつから醤油借りれるとか、うん、あとなんだろう、晩ご飯余分面作ったからおごってあげるよっていうのも言えるし、うんうん、でもそうじゃなくて、地方に住んでいて、親と同居していて、うんで親から小遣いもらえなくて8000円だったらそいつ本当に8000円しか使い出がなくて、うん、どっか行くにしても一歩家出るのにももう金がかかることになっちゃう、うんうんうん、なるほどなるほど。あ、説得されてる。いやなんかちょっと分かる気もするんですけどやっぱり僕はもともと結局そういうちょっと悪いけど醤油貸してくれるとか、はい、そういうのも含めて、はい、そういうその例えば押し付けが増したみたいなのっていい意味で言うと押し付けが増したというか、はいはいはい、ズーズーしたみたいなのって例えばじゃあ君そんだけ頼み事うまいんだったら営業やってみないみたいなこと言ったら営業案外やれるなみたいなところも含めて全然元々の文脈でもみたいなんで基本的にやっぱ僕ほとんどの結局そういうのについていけるノリがあるかどうかっていうのと今までの部分って貨幣経済で評価される人と評価経済で評価される人って集合でいうとかなり重なってる気がしてて、で一番あれなのはこれまででいうとやっぱ貨幣経済で評価されなかったけど評価経済なら評価される人って具体的にどういう人なのかなみたいな。俺あの被ってると思いますよ正直。やっぱそれなんでかっていうとキリスト教でガンガン行く理屈っぽいやつと科学の時代になってガンガンやつ似てるわ、うん、似てるわけですよね。ただその時に科学の時代になったら金稼げりゃいいんだと、要するに金稼いでいっぱいの人を助けようとか、うん、いっぱいの人に給料払おうっていう人は、なんだろうな、キリスト教だけの時代よりやや実業家というかビジネスマンっぽいカラーが出てきたと、うんうん、じゃあ評価経済時代になってきたらこれまでの資本主義経済と全く同じかというとそうじゃなくて、うん、もうちょっとですね、その世の中変えようとかソーシャルな人の動かそうというようなニュアンスを持ってないとやたら金がかかる、うん、一つの事業をやるのに給料を余計に払わなきゃいけない、うんうんうん、それはね、ちょっと分かる、あのさっきの Facebook の文脈で見るとめちゃくちゃ分かるんですよ、はいはい、でやっぱ僕 Facebook とか Google とかあそこら辺の IPO が面白いなと思ってるのは一見矛盾してるようなんだけど、そういうふうに聖人君子です多分本当にみんな本気で信じてるんですよ、はいはい、本気で信じてるよってことがかえって、はい、貨幣経済とか資本主義の文脈で見てもプライスレスだから時価総額無限大みたいな方向に行っちゃって、はい、全然経済合理的、うん、経済非合理的な振る舞いだとは言えないっていう部分が逆説なんだけど、はいはいはい、なんか両立しちゃってるんですよね、はいはい、だから高橋さんがおっしゃるのは、うん、僕が言ってることは全てその経済貨幣経済においても説明可能だってことですよね。全てとは言わないですけど、はい、まあ、でもそういう立場から今日いろいろいじってて本当に説明できない部分で何なのかなっていうのが僕の今日の、はい、あれと問題意識です。かなりの ほぼ、うん、さっき 97% って一番最初に頭に言ったのは、はいはい、97% はそうとも言えるし、はいはい、っていう部分、僕が言えるのは、はい、こっちの説明の方がシンプルで分かりやすい、
その評価がある人の方が人生エンジョイできて好きなところに住めて、1時間1000円で8時間働いて8000円の人の生活がどれぐらい幸せになるのかというのをトータルで見たら、それは評価がないと結構苦しいでしょ。8000円分しか使えませんよ、うんうん、その8000円というのが現代だったらまだ8000円かも分からないけども、数年後には7000円になって6000円になって8000円の使い手がどんどん下がってくると、で、なんだろうな、逆に4000円しか持ってなくても評価が高い人間というのはそれの使い手が5000円6000円というのに上がっていくから、その逆転がいつかとかどういうふうになるのかというのを僕もよく分からない、正直よく分からない。多分でもあれですかね、 逆の言い方が100年か200年か経って究極的に行き着いた先で言うと、岡田さんの言われてることって日常で人はやっぱりお金を意識しなくなる可能性があるっていうことですかね。いや、あのね、今普通の人がさっきの説明で言うと、あの僕らが何か言った時にそれ宗教だよってみたいな見下した言い方するじゃないですか、あれと同じで、それやっぱ金にしかならないなっていうような見下した言い方するんだけども、みたいなもんですよ。なくなりはしないけど、2番目か3番目の存在優先順位になる。でそれがね30年後ぐらいじゃないかな。あ、そう、案外早いんですよ。これ劇的に変化するっていうふうに僕読んでるから、だからパラダイムシフトって言葉使ってるのも、この変化って実はものすごく早いぞと。でそれはそのこれまでの社会変化って社会インフラという物理的 なんかこう地面を作ってみたいなことをやらないと変化が起きなかったのが、今通信衛星から携帯に電波を送ってるようになっちゃうじゃないですか。でこうなるとそのパラダイムシフト全体が地球全体で数年間のうちに起こっちゃうだろうよ。で僕やっぱ見て面白かったのが、マサイ族の兄ちゃんが携帯全員持ってると、で、あの今日牛がいくらで売れるのかっていうのをしょっちゅう携帯チェックしてる。これ純粋に経済的な行為なんですけども、マサイ族ですらそのなんだろうな、ネットワーク社会のインフラっていうものを身につけつつある状態で、僕らがそういう評価経済社会みたいなのに入るのって30年あれば十分じゃないかな。僕ねこの本読ませていただいて、すごくもしかしたら岡田さんがこういうのに避けられてるというかあれなのは、別にここの中に直接に Facebook だ Twitter だって話ってほとんど出てこないじゃないですか、あくまでそういう意味では射程としたら、もちろん10年20年30年だったらどの、それは17年前に書いた本だからですよ。そこ自体はすいません、僕は理解してなかったかもしれません。すごいそういう意味で言うと、個別具体的なネット上の SNS とかっていうプラットフォームに依存する部分の議論って全て落とされてる部分が僕書いてすごいと思ったんです。あれはあの、ニフティサーブしかない時代に書いたからですよ。で今に合うようにちょっと表現変えてポッポッて出した本なんで、すいません。でもなんかさっきちょっと分かるなって気がしたのは、例えばテレビってプラットフォームが出てきて、なんだマドンナとかマイケル・ジャクソンとか、まあ今で言うとレディー・ガガとか、あるいはベッカムみたいな、どっちかというともうあそこら辺もさっきの文脈で言うと、まあ堀さんもしかしたらちょっと近いですけど、ベッカムとかもサッカーが上手い下手っていうともうちょっと次元が違うゾーンにまで行っちゃってますよね。別にイングランド代表から落ちようが活躍してなかろうが、もうベッカムはベッカムだっていう、そういうことがもっとミニ版になって起こるみたいな理解ですよね。だからそのなんだろう、王子主とか王族しかなかったものが金さえ稼いだら社長になれて、であの株式公開できるみたいな形で、これまでだったらセレブになれる人間っていうのは血筋がいいか、よっぽどが大成功しなきゃダメだったのが、ちょっとの成功でだん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 自分の評価っていうものを貯めて二部上場ぐらいだったらできるんじゃないのかっていう。その例えばベッカムでいうと、でもある瞬間から単なるサッカー選手というのを超えたじゃないですか、であの元スパイスガールズ の奥さんなんだっけ、あれがいろいろ嫁さんが落合の嫁さんみたいにプロデュースしてんじゃないかとかいろいろ言われて、ファッションアイコンになってみたいなあれじゃないですか。で流行りの今の文脈でいうと、ある種のだからセルフブランディング、セルフプロデュースみたいなのがあったから、単なるサッカー選手の上手い下手だったら別にもっと上手い人入れたらみたいなところあったかもしれないですけど、あ、まあ、ポップアイコンというかそこになったんですけど、今ってなんかセルフブランディングみたいな言葉ってどう思います？いや、これ俺も分かんないんですよ。そのさっき話したじゃあ上場してキャラクターになったらいいっていうのは、じゃあ振る舞いとして何が有利で何が不利なのかと僕もよく分かんないんですよ。その堀エモ門の逮捕が堀エモ門という人間の人生にとって得か損かどうか分かんないですよ。でも評価経済上明らかにあいつ大儲けなんですよ。あの段階そうなんですね。絶対そうだと思う。あ、でもそれは確かにそうかもしれないです。そうかもしれない。だから家入さんも結局そういうことって。じゃあ家入さんもむしろ下で行くとは美味しかった。だからそれは負債かもしれないけれども。そうですね。負債かも分かんないんだけども、なんだろうな、多分彼がやった善意自体疑ってる人がほとんどいないので、あの評価簡単にひっくり返ると思うんですよね。それはあれっすね、JAL みたいな感じで、あの経営不振の状態から不死鳥のように蘇ったみたいな意味でマイナスが大きければそこにマイナス近かったら一気にプラスにしてるみたいな。 JAL みたいな企業体、さっきおっしゃられた法人みたいなものだったら、この裏返りっていうのはなかなか起きないんですよ。
数字を出して経営が良くならない限りダメなんですけども、はい、なぜここは個人ですから、うん、一発カメラの前で泣けば裏返りかねないぐらいの簡単さがあるとまだでもまたすぐそこでしっぺがしくて、はい、またすぐ逆にまた裏返ったりするかもしれないけど、そうですよ、ね、だからそうなると彼はジョーカーというキャラクターを手に入れることなんですよ。ジョーカーというキャラクターはキャラクターで割と美味しいポジションだからいいんじゃないかなと思います、うんうん。でもね、またこう説得されつつあるんですけど、やっぱもうなそういうライフスタイル自体が世の中のそこら辺歩いてる人にとってどこまでリアリティがあるものなのかっていうのは、あ、それはありますね。世の中の普通に歩いてる人にとって今話してるようなことっていうのは全て、上場するかしないか、結局フォロワーが数万人いるかどうかの話になってきますよ、ね、でほとんどの会社がそこら辺の零細中小企業みたいに上場、うん、はぁみたいな、なんかそういう家族経営の中小企業みたいな、まあ、企業で言ったら、はい、財務で言ったらそういう文脈の人で、はい、もうそこのでもやっぱ僕この本って読ませていただいて、はい、それこそこの中にもあるんですけど、最後、酒屋さんとか、はい、トフラーとか、うん、はい、そういう文脈の本、はい、に匹敵する本だなと思ったから、結局何らかやっぱり一般人の人も絶対影響を受けると思うんですよ、はい、絶対影響を受けると思ってて、それは例えばこの前のスタディギフトみたいなところで言うと、はい、自分にとってはリアリティなかったのにたまたまクラスのあいつだけがうまくいきやがってみたいな嫉妬かもしれないし、うんうん、決して無関係では絶対いられないなと思ったんですよね、はい、ただその影響範囲とか、うん、まあ、スケーラビリティというか、はい、どこまでの人にが、はい、本当にこの本を、まあ、ある種だから岡田さんもしかして SF と思って書かれてるのかもしれないですけど、はいはいはい、SF だけど本当にリアリティのある SF で、いや人類が目指す方向はこうだというふうに思う中、はい、いや SF は SF だよねというふうに思うのかみたいなのって、はい、この岡田さん的にこの本って普通にそこら辺歩いてる、まあまあ、20代の若者でもいいですけども、はい、100人がいたとしたら、はい、どれぐらいの人がこの本当に本気でこの、本当に僕が思っていることを言うと、さっき話した30年後だと思っているんですね、はい、で30年後100人が100人全員影響を受けていると思っているんですよ。受けざるを得ないと、嫌だよと、関係ねえよと思っても受けざるを得なくなります、はいはい、それはなんか今から10年後前に行ったら、うん、日本人全員携帯持ってるよ、それも2台持ってるやつザラだよって言ったら、はいはい、10年前だったらそれはねえよってみんな言いますよ。それと同じように30年後にはもう評価経済の影響を受けて、いや金だけだったらどうしようもないような評価欲しいよなって言ってる連中がゴロゴロしてるようになるだろうと、うん、でそうね、おっしゃられたことすごいよく分かる。じゃあ今その表歩いているような普通の人たちにとってこれがどういう関係するのかと、例えば、お金がいらない社会がやってくるから僕らはお金稼がなくていいのかというとそうはならない、うん、なんでかっていうと言えるのはそのお金稼がなきゃこれまではダメ扱いだったのか、うん、お金を稼ぐ以外の方法を努力してもいいし、多分その方が効率がいいとは言えるんだけども、うん、だからといってお金がいらない社会がやってくるというようななんかね、能天気な世界ではないんです。あ、そうです、はい、そうですよね、はい、僕もすごくそれを思ってるんですよ、はい、あの割とこれ誤読したブログも含めて、はい、誤読って決めつける権利も僕にないんですけど、はい、いや結構でも僕、ね、バラ色 のネットワーク社会って、はい、バラ色のバカみたいな妄想が現実になってくれたじゃないですか。うん、人間が一人一人コンピューター持つとか、うん、ネットワークでつながるとか、うん、あの家にパソコンがあると、うん、で何でも友達と言えるって、うん、まさかそれでいじめサイトができると思わずに、そうそう、まあ、ダークサイドも必ずある。でもその現実の世界を僕らは手にすることができたと、うん、だからその誤読というふうに言われるかも分からないけど、そこで夢を持つ人も僕は悪くないと思ってます、ね、いや僕もそう思うんですよ、はい、ただ現実社会に落ちた時の摩擦係数っていうか、うん、そういう部分とか、うん、で多分みんなこの話をやるときに多分 Linux の成功みたいなのがあってっていうのは、はいはい、あれは、まあ、多分どんだけスケールアップか、はいはい、あれは多分もともとソフトウェアだからコピーするのもお金がかかんなくてとか、うん、いろんなある種の幸運な条件が重なった部分で成立した話みたいな気もするし、はい、だからなんていうんですかね、お金を稼がなくていいっていうのはだいぶあれで、僕の直感的な印象で言うと、当面逆に30年で言いますけど、ここから10年20年は逆にむしろ金だけあってもダメだと、はい、金も評価も稼がないといけないっていう意味では、はい、今まではですよ、ヒルズ族かなんか分からないけど金だけありますと、はい、でもうどんなお金に色はないからいいかもしれないけど、でフェラーリを乗って、はい、こうブイブイ言わせるみたいなので、はい、ある種すごいみたいに思われたんですけども、うん、今ってだんだんちょっとこれよく分かるけど、堀さん以降って、はい、そういうのはなんかちょっとはしたないよねみたいな空気が出てきちゃって、はい、で家入さんのあれじゃないですけど、もうちょっと世の中にいいことしないといけないと、はい、あるいは社会起業家とかいろいろあるじゃないですか、うん、今、まあはい、ロハスだとかなんか、はいはい、そういう文脈で言うと、まあ、そこそこ金も稼いでるの当然の上に、うん、さらに余計に乗っかって、余計っていう形で、うん、いやそうプラスアルファで乗っかってきて、はい、余計にハードル上がってんじゃないかなみたいな気がしなくもないんですけど、社会変化の時は苦痛が最大化するんですよね、うんうん、いわゆるその音速以下から音速になる時にサウンドバリアが発生して一番しんどいじゃないですか、はい、だからパラダイムシフトの時期って一番しんどいんですよ、うんうん、一番しんどい時期に僕らいるから、うん、せめてその先はどうなるのかっていうのを、うん、ないと、その
今のね、だから多分みんなしんどいのって、おそらくこの貨幣経済社会から評価経済社会の変化があるからすごくしんどい、うんうん、貨幣経済社会だけってもうちょっと諦めやすいんですよ、うんうんうん、で評価経済社会を鵜呑みというか、さっき の, その田畑さんがおっしゃったような金がいらない社会みたいに考えてると、やっぱりその大怪我すると、うん、そうじゃなくて、かなりそれはそれで、あのなんだろう、貨幣経済と同じような競争もあるし、冷たい社会なんだけども、うん、一応キリスト教の時代から科学の時代になった時のように、いいことはきっとあるよ、うんうん、その代わり苦痛は最大化すると、うんうん、多分ね、その変化の時ってキリスト教を真面目に信じた人は一番苦しかったと思うんですよ、うん、だってどんどん出てくる発明品が全て神様の力でないものばっかりだし、うんうん、でその発明品を使う人は自分たちの古典的な倫理観、うん、そのキリスト教というのを今やってることが否定してるみたいな気がすると、苦痛が最大化されている状態がこの30年間の動きだと思います。で僕も、ね、今岡田さんすごくわからないことはわからないって今ずっとさっきからおっしゃってるんで、はい、誠実というかあれだなと思うんですけども、例えばベッカムの話でいうと、はい、サッカー選手として、うん、スターになるにはどうすればいいかと、活躍すればいい、点取ればいいと、これシンプルなんですよ、フェアだと思うんですよ、ある意味フェアだと思うんですよ、ところがなんでロナウドがベッカムになれないのかということを考え出した途端に、突然そこに何かのブラックボックスがあるような気がして、さっきのキャラがあるです、まあ、そうかもしれないですけど、だから嫌な奥さんがいるとか本当にだからどっかにそのマジックポイントがあるんですよ、でその単に優れてる人とキャラクターとの間には、でその今まさしくマジックって言われたんですけども、はい、ある意味だからね、あ、余計アンフェアな気もすると言えなくもない気もするんですよね。じゃあ僕らの経済社会はフェアですか、うん、いやそうなんですよ、だって今稼いでる会社の人だって別に有能だから稼いだんじゃなくて、運良かった奴らばっかりだというのはタレコが言ってる通りじゃないですか、確かに一応そういうことにしときましょうっていう中でしかないんですけど、はい、だからなんとなく 僕らはそれなんか人間っていうのはそういう確率論というのを生理的に納得できないから、うん、成功した人間には絶対に何か秘密があって、絶対になんかメソッドがあるって思い込んじゃうからビジネス系のものって成立してるんですけど、でもね、そこで言うと堀江さんお金が一番平等なんですっていう、はい、発言を今思い出したんですけど、はいはいはい、それの方がある意味だから、そうですよ、もうフェアで、はい、透明でお金の方があの平等だと思うただ僕らはもう平等な社会が嫌なんですよ、うん、平等な社会っていうのは社会の中にいるその小さなモンスターですか、うんうん、あのいろいろ文句言ってくるやつとかですね、うん、社会の中にほんの 5% 言ってくる、うん、なんだろうな、不平等なことをやるやつとか、うん、ズルをするやつらも全て平等に扱わなきゃいけない社会であって、うん、このストレスがものすごく大きいから、うん、平等社会というのをやめちゃって、うん、助けたいやつを助ける社会にしちゃった方がいい、うん、だから嫌われ者は助けられない社会だっていうのは、うん、もうそこはもう諦めてもしょうがないんじゃないかなと僕は思います、うんうん、ある意味より残酷になる気がするんで、すごいしてるんですよね。より残酷になるかな、ある種の人にとっては、うんうんうん、ある種の人っていうのはね、なんだろうな、金だけあって嫌なやつにはすごく嫌な世界だと思いますよ、うん、いや、僕はもっと言いたいのは、はい、金だけある人は、今でも貧乏な人は金あるやつはいいよなって、はい、妬んでる、妬んでる、嫉妬あるじゃないですか、はいはいはい、今の話でやっぱ思ったのは、お金も今の世の中でお金もなくて評価もないって言ってるやつの中から、うんうんうん、うまいことそこ乗り組みになって脱出するやつと脱出せなかったやつの間での広がる嫉妬みたいな、いや、あのね、さっき話してた、じゃあどうやって評価上げるのかって言ったら、はいはい、そこの中で自分の評価が低くてお金もない人っていうのをいかに社会に参加させて一緒に何かやろうよっていうやつが評価上がるんですよ、うん、あ、なるほど、だから僕らみたいなブログとかテレビとかに出て何か言うやつって特殊職業じゃないですか、はい、普通の人らはどうやって自分の評価上げるのかって言ったら、身近にいるちょっと困ったちゃんを少しずつ助けてあげることぐらいしかないと思います。いや、だからね、僕すごくあれなのは、一応お金稼ごうって言ったら、はい、今まで学校も、まあ、それが正しいかどうか別として、はい、とりあえずまず遅刻しません、うん、遅刻しないで真面目に働きましょうとか、はいはい、もう少し高級なので、まあ、ビジネススクールにいろいろスキルアップしましょうみたいな、はい、勝間さんみたいなそういう自己啓発的なところってあるじゃないですか、はい、そのベクトルってでもあくまで年収で測られるっていうことを思ってやってるところ で、はいはい、でやっぱ今の岡田さんのお話をお聞きして、ここはまだあれかもしれないですけども、そういうのの評価経済的に対応した、はい、なんかある種誰もが分かりやすい方法論みたいなのが示されないと、実はそこを、いや、あくまで暗黙知というかセンスの問題ですねって言ってきた瞬間に、ほとんどの人からしたら、えーみたいな、どうしたらいいのみたいな、自然にできちゃう人とできない人みたいな、余計広がっちゃうみたいな。これはね、なんか言っていいかどうか分かんないんですけども、はい、そこまで自分の仕事じゃない気がします。僕が言えるのは、多分そうなるよというだけで、近未来こうなるよと、うん、でそこで苦痛が最大化するよと、でおそらく戦略としてはシンプルにこれがいいだろうっていう 2,3、うん、のものをやれるんですけども、うん、そこから先はその今自分がやってるフリックスという組織とか、あと明日対談するシェアハウスみたいな、具体的に社会に落としたらそれはどういう組織体になるのか、どういう家族になるのか、どういう住み方になるのかっていう、うん、
リアルなものはできるんですよ、うんうん、でもそれらを法則化してなんだろうな経済書みたいなものにやるのって僕たちの仕事かどうかは分かんないですけど、うん、少なくとも僕の仕事ではない、うんうん、僕の性能をそんなことに使っても意味がないのでそれ田畑さんの方にお任せそろそろツイッターツイッターじゃない、はい、コメントとか拾った方がいいですかね。そんなにないんですけどさっきこう、まあ、ちょっと僕個人的に気になった話でいいですか、はい、キリスト教の話とかあって、はい、あの例えば日本でいうとお坊さんってなんとなく徳が高そうだなというところでお経をあげられるみたいなお布施理論みたいなのがかつてあったと思うんですよね、はい、それはあんまり実感としてわかんないんですけれども例えばお医者さんとか歯医者さんって僕ら選ぶときに別に診療報酬の点数の値段は一緒だけれども、はい、なんとなく口コミで痛くなさそうだとか実際それってお金とかでは計量できない部分のところで、はい、僕らってジャッジしてるような部分が多分に多いような気がしていて、はい、それは評価経済と言っていいんですか？言っていいんですよ。つまり食べログみたいに医者がポイントで格付けされる時代ですよね、はい、で多分その次に患者がポイントで格付けされると結局どの医者に行っても面倒くさいことを言うやつがいて断られちゃうね。そう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 。で今各医者ごとにそういうモンスター患者のリストってあるそうなんですけどもそれは公開されてないと、うんうん、でもそういうふうなものが公開はしないかも分かんないだけども統一基準で測られたらもう怖いやつの予約受けなくてよくなると、うんうんうん、というかある歯医者が予約受けるときに Facebook でないと初診受付しませんってなってきたら、はい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 、そいつの Facebook 見たら、うんクラウドスコアみたいなものが書いてあってドクタースコアみたいなやつですね。それが患者として20点だったら、うんうん、ちょっとうち忙しいんでっていうふうに言われちゃう、うんうん、もしくは最初からドクタースコアが40以上ないとダメですと、うんうん、でそうなるとみんながそのどういうふうにするのかと医者に行ったら、うん、そのなんだろうなこれまでだったら俺はなんか患者で弱者で金払ってんだからもっとサービスしろと言ってたやつらはどんどんどんスポイされるようになる、うんうんうん、つまり患者の側もっていうことになってくるわけですよね、はいはい、これまでは、まあ、お医者さんはこれも伝統的にそういうことはあったかもしれないけれども、はい、だこれまで全くお医者さんの格付けもなかったのが、うん、この10年でお医者さんの格付けが出てきて、うん、僕らびっくりしてるところですよね。でその次に患者の格付けが出てきたらどうなるのか、うん、でそのような格付け情報がどんどん公開されていったらどうなるのかっていうのがさっき言った僕が30年後に見えてる世界っていうのはそれなんですよ、うんうんはい、今あのクラウドスコアの話もあってクラウドスコアみたいなのってやっぱまあ面白いというか、はい、微妙かなと思うのは、はい、僕ももともと書いたブログのテーマとも近いんですけども、はい、クラウドスコアみたいに誰偏差値みたいに誰にとっても分かりやすい一直線上で、はい、こいつは80こいつは50とかだったら、はい、基本的にはまあ80のやつはじゃあ年収800万でやっとくけど、はい、50のやつは500万ですみたいな意味で、はい、割と貨幣経済とほとんど重なってきちゃうんだろうなと、はい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 、で評価ってでも本当は、まあ、例えばもしかしたら、まあ、個人名で挙げたですけどイリさんのあれとかも、はい、見る人によっては全然評価が違うわけですよね、はい、素晴らしい聖人君子だっていうのもいれば、はい、いやあんなノリでやくやでやってっからダメなんだよみたいな人がいろいろいて、はい、評価って結構多様であり得るじゃないですか、はいはい、で評価を稼ぐっていうのも、うん、狭く深く稼ぐやり方とか、うん、浅く広くとか、うんうんうん、いろんな、まあ、アプローチっていうか戦略があり得る気がするとも思うんですけども、うん、そういうのもどうですか、ね、例えば、うん、めちゃくちゃあるいは、まあ、その狭く深くだったらこの業界ではこの人はめちゃくちゃ評価されてるんだけど、はい、金もだらしないし、はい、女癖も悪いみたいな、はい、昔からそういうのっていろいろありますよね、はいはいはい、なんかクリエイターとしてはめちゃくちゃあれなんだけどみたいな、はい、こういう場合っていうのってそれぞれごとにその評価がなんていうんですかね、うんうんうん、これは1インチで言ったら3インチでセンチで言ったら10センチでみたいな感じとか、はいはい、なんか為替みたいな感じでこうそうは言ってもあんまりにも女癖があるとさすがに沢尻エリカとかじゃないですか、はいね、クリエイターとしてもこの人ちょっとさすがにバスとかクラウドスコアって多分過渡期だからあの単純な数字なんですけど、はいはい、ここから先出てくるソーシャルスコアみたいなものは多分ある人のスコアっていうのはシムシティみたいなもので、シムシティって周りに公園があるとか駅があるとかそこら辺で地価が上がったり下がったりしますよね、うん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 、と同じようにクラウドスコア、ソーシャルスコア何ポイントにとか評価してるからこうだと、うん、だから世間の人がどんなにボロクソに言ってても一人ソーシャルスコアの高い人がポジティブな評価してたらそれらが全部その人のキャラクターとして受け入れられるというような形にならざるを得ないと思うんですね。そんなね単純な指標として存在その数値としてできるはずがないですよ。だから何でしょうね、僕は経済学の素人なんでその会社の指揮法とかも読めないですし、あと何でしょうね、資本とあと資産の差もはっきりよく正直言って分かんないんですけども、読める人見てみたら銭勘定って最低こんだけ抑えないとダメだよという読み方あるじゃないですか。ソーシャルスコアもそういう読み方っていうふうなものが
ある。あ、なるほどなるほど。ただ僕らまだそクラウドスコアしか見てない、うん、いわゆるクラウドスコアって複式簿記なんですよ。ただ単にクラウドスコアって言ったら売上額みたいなもんであって、利益率とか、はい、なんか自己資本比率とかもいろんなこの資本の中でもう少しこうレーダーチャートみたいなこと書かないというか、はい、いかんということです、はいはい、なんかそろそろまとめ、はい、そろそろまとめすごいアンチテーゼです。まあ、今日は その、はい、まあ、そもそもあのこのこちらの本ですね、はい、この評価経済社会の本についてですね、あの田畑さんの方から、まあ、疑問点があると、まあ、今日のテーマがですね非常にニコニコ難しくてですね、評価と貨幣の打感問題や個人通貨について語り合う経済をテーマに、これからの貨幣経済の立ち位置と評価経済の関わり方を議論していきますということで、なかなか難しめのテーマだったんですけど、だからあれですよね、すごい僕の議論に引き寄せて恐縮なんですけども、はい、評価と貨幣は基本的には概ね打感可能、打感可能ということですよね、はい、それはニュートン力学でほとんどの物理現象は説明つくように、はい、はい、そういうことですよね、はい、ってことはただまさしくここの帯にもあるように、はい、お金で買ったフォロワーは評価されないけど、うんうんうん、ただ僕もこだわりたいのはそれはその通りだと思うんですよ、はい、いろんなそういう陰気臭いアカウントみたいなありますけど、はいはいはい、ただツイッターのフォロワーがめちゃくちゃ多かったら、はい、それなりに金も稼げるだろうというのもまた真実みたいな、はい、うん、その田畑さんとか僕の視点っていうのが2012年の視点と2017年とか2020年の視点で多分こう微妙なズレがあって、僕自身もそうなんですけど、僕自身もその評価経済社会っていうのははっきり目に見えて、こうだ、だからみんなこんな生活してるっていう SF 作家じゃないですか、それが目に見えるわけじゃないですよ。多分それって文明の法則みたいなものからしたらこうならざるを得ないじゃん、だって豊かなものを浪費して希少なものをなんだろう大事に扱う社会なんだからって、はい、そのやつを冷静に当てはめたらこうならざるを得ないっていうような考え方なんで、どんな社会なのか正直よく分かんない、うん、なのでできるだけたくさんの人と話して、僕はあの、はい、デッサンの線の本数増やしたいんです、ね、はいはい、デッサンの線の本数増えれば増えると、はい、もうちょっと立体的に見えてきて、はい、僕らの資産が増えていく、はい、評価経済ってこんなもんだなっていう、僕なんかやっぱどうしてもこう主戦度能っていうかビジネス能みたいなところがあって岡田さんの本で言うとその、はい、貨幣経済にすぐ換算しているところあるんですけども、はい、ただやっぱその文脈で見ても面白いなと思ったのはさっきの Facebook の話なんですけども、はい、そういうふうに徹底的に振る舞うことがかえって経済ゴール的にもなり得るみたいな気がものすごく今してるんですよ、っていうのは多分そう振る舞わないと純粋に10パ人からだけのコモディティというかどこでもあるようなものになっちゃうっていうところとか、ブランド論でも今これちょっとすげえ難しい貨幣論かあの会計学の話になっちゃうんですけども、こういうブランドみたいなのを資産計上していいっていうことになるバランスシート上のなるんですよね、っていうのは例えば同じこれのこっちで同じの中身だけど、はい、こっち100円でこっち200円で、はい、ボルビックのロゴがついてたら100円上乗せさせる力がこのロゴにあるんだったらそれはそれで資産でしょというふうになって、これは真面目にそうなりつつあるんですよ。でそういう文脈で考えてみても、だからやっぱある種その株価の評価とかじゃないですけど、評価経済的な文脈をどうやって自分に分かっておくってことはめちゃくちゃ、マネー経済をどん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 継ぎ足していって細かくしたらこういうふうな評価形態的なことも全部説明可能は可能なんですよ、うん、だからそれがどんどん苦しくなるからもうどっかで諦めた方がいいんじゃないのっていうやつです、うんうん、だから多分説明可能だと思います、うん、でもこれを資産計上するって言ったらなんかもうどんどん、いや分かります、それがね苦しいんですよ、結局結構苦しいっていうか会計的には結構不健全というかあやふやなところが、結局それ格付け機関のなんとかさんがいくらって言ったからいくらだっていう評価経済じゃんそれはっていうことになっちゃうんじゃないかなっていう気もする、うんうん、すいません、いやいや締めてるはずなのにまだ話が続いちゃった、いかがでしたかお二人、あのその突然申し訳ないですけど、その溝は埋まって溝とか、だから溝、いや僕うすうす思ってて全然岡田さんとそんなに溝は感じてなくて、そのただ岡田さんまさしくあれは視力の差って書かれましたっ て、はいはい、っていうところとか時間軸の差だなと思ってて、今日はあのいろいろ確かめたかったのは概ねやっぱ概ね説明がつくっていうところと、はい、あとは能天気なもんじゃないんですよっていう発言を僕はまあちょっとなんか、はい、あやっぱそうですよねっていうところがすごいあって、はいはい、そのやっぱバラ色じゃないし、はい、まあ、むしろ僕はむしろ残酷っていうふうに言ってて、うん、そこからしも岡田さんそうかなってところだったんですけども、うん、まあ、少なくとも能天気なもんではなく、うん、ないというのは、その残酷事項に関してはどうかなと思うのは、うん、キリスト教の社会から言うと商業社会はみんなが金で動くえげつない社会なんですよ、うんうん、でもそうじゃないじゃないですか、うん、キリスト教的な慈悲とかなんだ、隣人愛じゃなくて十分に金をベースにしても社会というのが運営できるから地獄じゃないよ、うん、まあ、地獄じゃないですよね、はい、だから競争はあるけども今と同じぐらいよりもうちょっといい、なんでかというと今は変換期だから一番苦しい、今が絶対 V 字の一番底なんですよ、うんうん、
だから今より絶対楽しいと思います。そこら辺はなんか僕楽観的です、すごく。はい、なんか俺はなんか1個だけ最後しろと言われてるんで、はい、明日ですって、おっとマイクのやつ、明日ですね、月刊フリックス6月号、これからのシェアハウスはこれだということで、あの評価経済をじゃあ 実際的に当てはめたらどういうふうになるのかって話をやってみたいと思うんですね。でシェアハウスって言ったら今は気の合う人らとかですね、なんだろうな、面白い人らが集まる、多分あのここの社長もさっきそういうふうに言ってたんですけど、そうじゃなくてシングルマザーとか墓地老人っていうふうなものも含めたものとして考えてみないかっていうふうな提案をしてみようと思います。ぜひ見てください、よろしくお願いします。はい、というわけで1時間にわたってお送りしてきました、ニコ生シンクタンク×ブロゴスですが、いかがでしたでしょうか。今日アンケートはあるんですかね。アンケートはない、アンケートはないそうですでも評価経済社会、これ1年前の、震災前の本なんですけど、今になってまたいろいろ議論が盛り上がってきますの です、ね、はい、またここからさらに、まあ、岡田さんの次のアウトプットとかでもまたさらに議論とか具体例とか深まっていくと思うんでですね、はい、またそこら辺で僕はもう他の人に書いてほしいです、ね、そうなんです。あと僕がだからここから先この本の展開に臨んでるのは、僕が続編書くことじゃなくて、田畑さんと話したら田畑さんが評価経済の本書いてくれたら一番いいんです。なるほど、はい、さっきでもすごいこの前にも言われたら、あんまそういう発言がどんどん自分のお考えが変わっていくこととか、はい、そういうことに関して全然こだわりない俺っていうことを言われたらすごいあるね。今の日本ってどんな国ですかとか、アメリカってどんな国ですかっていうのはものすごく矛盾する説明が当たり前じゃないですか、うん、だから未来を語るということは絶対に矛盾して当たり前だと思うんですよ、うん、でも本質さえ捕まえていたら、あのなんだろう、ブレはあるかも分かんないけど、うん、大きい間違いはないって考え、うん、じゃあもう それぞれのやっぱ理解があっていいってことなんですよ。じゃあなんか僕なんかもそうやってついつい書いちゃうと、はい、なんか田畑は全然分かってないのにまた勝手に書き上がってみたいな文脈があるのかな。全然ない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 。分かりました、ありがとうございます、はい。じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございました。